ということでご無沙汰しております松森ですって、なんかタイトルが意味深なんですけど、皆さんマイク使いますかっていうところで発表させていただきます。で、僕のこの4日間なんですけど、まあ、いろいろワークショップのセットアップを、まあ、してました。で、ちょっといろいろ謝りたいことなんですけど、場所が転々としてて、1日たりとも同じ場所でやらなくて、これちょっと申し訳ないなと思ったんですけど、まあそうですね、初日は僕は B 班で API の構想をやってて、で2日目は A 班で川崎教授の指導を受けました。いや、すごい楽しかったです、はい。で、3日目また B 班に戻ってきまして、なんかマイクをちょっといろいろ触ってました。秋田とかと、まあ、やってまして、で、あれですね、3プラス1日目ですね、マイクに悩まされ続けて今ここに立っているということです。で、なんかマイクが、実はこのニードラには2つついてまして、まあ、左右にありますと。で、このマイクを使って、さっきデモであったんですけど、本当にやりたかったことっていうのがありまして、なんか音が聞こえると。音が聞こえて、で、なんか、あれ、なんか聞こえるぞ、こっちに行ってみるかみたいな感じで、その音の方向を特定して、まあ、そっちの方向に向かうっていうのを、まあ、本当はやりたかったんですけど、まあ、実際には難しかったと。で、まあ、いろいろ実験していました。で、なんか、3日目かな、変な音をたくさん、鳴らしたりしてたんですけど、音出るかな、はい、まあ、スピーカー、まあいいや、とりあえずこれピー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 鳴るやつなんですけど、まあ、あとはなんか手叩いてました。いや、なんで手叩いてんだって感じなんですけど、手叩いた方向に向いてくれるといいなっていうことをやってました。で、まあ、なんか実際にできたことだっていうか、あれですね、できてなかったんですけど、まあ、言い訳をすると、今朝までできてました。で、原因は実はマイクが抜けてたのではないかと言われてるんですが、まあ、今朝までできてました。大事なことが2回言ってますで、要因なんですけど、まあ、なんでやりたいこととなんか実際できたことが違ったのかなっていうふうに、まあ、考えてるんですけど、まあ、アナログデジタルコンバーターっていうのが一応入ってまして、一応2種類あるんですよね。はい、まあ、2種類ありまして、この ADS1015 と ADS1115 っていうのがあるんですけど、まあ、上の方が、まあ、ビット幅は狭いんですけど 3300Hz になってて、で、下の方が 16bit でいうけど 860Hz で、なんか両方ともすごい小さいんですね。で、いわゆるその電話とかっていうのは 3.4kHz の、まあ、2倍以上の 8kHz で、まあ、これシャンケイとか使って 8kHz っていうのを、使って通信してるんですけど、まあ、要するに3300とか860だと全く聞こえないと、全くその人間が聞いても意味のある信号にならないということで、まあ、相当アップサンプリングする必要性が、まあ、ありますよと、まあ、いうのが、まあ、理由として挙げています。で、また2つ目には、これ厳密になんかその内部で同期処理ができてないので、例えばその左右のマイクを使って右になんかこの時間に、これぐらいの音源が発生しましたっていうのを、まあ、左と右を比べるときに結構それが、厳密に同期処理ができてないので難しいっていうのもちょっと分かりました。で、これはしょうがないんですけど、ハンダ付けに結構失敗しているのが、まあ、3分の1ぐらいの確率でありまして、まあ、ちょっとこれいろいろ考える必要があるのかなと思いました。で、もしかしたら音声認識をしている方がいらっしゃるっていう話を聞いたんですけど、多分このアナログデジタルコンバーターじゃできません。なので、もうちょっと分解の高い ADC を使うか、まあ、しばらくはこの USB 接続のマイクを使う方が良さそうっていうのが、まあ、僕の、とりあえず4日間で得られた知見です。はい、で101号だったら何か行けそうな気がする。101号行けそうな気がする。まあ、ちょっといろいろ試してみたいんですけど、まあ、そういう感じですね。で、これは、はい、じゃあ僕の発表は以上です。ありがとうございます。